ごきげんよう、タコバケボンドです。それではね、やっていこう。あれ？残機ゼロでライフが一つしかないんだけど。一発でも食らったらもうやり直しってこと？そこから始めないといけないのか。まあ、ただ今回、まあ、今まで使ってこなかったスキルをね、今回から使っていこう。多分これがね、売ってる。これ買っとこう、とりあえず。おー、このスキル。まあ、どうやら、A キーと D キーを同時に押すことによって使えるみたいなんでね。やっていこう。今回は、なんだろうこれ、ホワイトハウスかな？ファイナルミッションって書いてる。ってことは最後？最終ステージってことかな？もうやっていこう。ついに来たか、最終ステージ。てか、ムービーとかないよ、今回。いつも、怒ってから破壊するのに。今回ただの破壊？何かしら、何か原因作って、待って、ボス来てる、ボス来てる。え、どういうこと？こっからもうボス来てるんだけど。これ、2面のボスだよね、確か。いけるか？まあ、ただこれ。あと一発でも食らったら終わりだけど、僕ぐらいになればね、これは、まあ、ノーダメージでいけるんじゃないかな。よしよし、来た来た。じゃあね。素晴らしいタコ。美しいタコ。パーフェクトタコをね、今回見せていこうと思います。それじゃあやっていくぞ。待って、え？二体も来てるんだけど、このボスみたいなこいつ。ここら辺でじゃあ、このスキルを使っとこう。どうだ？このスキルは何だろう？ま、電気放たれたけど、どうなんだこれ。おー、でも、まあ結構、ダメージ与えられたのかな。でも、これ、大丈夫か？結構敵増えてるけど。まあ、いけるいける。よしよし、なんとか、倒しきったね。まあ、このね、スキルを使いこなした僕になってしまえばもう、このステージは無傷でいけるんじゃないかな。やり直しはね、さすがにしたくないんでね。じゃあもうこっから本気でやっていこう。まあ、僕の本気といったら、もうね、片手で操作。そしてもう片方の手で、鼻の中に手を入れて鼻をほじくる。これが僕の本気です。どうだ？このやり方をやれば、こんなの、倒しきったね。待って、でも敵がいっぱい来てるよ。これは数多いな。周りからでも攻撃放たれてるから。いける、いけるよね。いけるいける。意外とまあ倒せてるんだよね。さあ、ここでクラゲが2体来たか。クラゲはまあ、攻撃当てられないからこう避けていかないといけないんだよ。ギリギリ、ギリギリを通っていくんだよね、これ。いけるか？よしよし、まあ大丈夫だった。そっからこの、ヘビーなのかよくわからない、この長いメカを倒していこう。でも今回のステージ長くないか？まだ半分だぞ。結構敵倒していってるんだけど、まだ半分しか進んでないね。やっぱファイナルステージだから結構長いな。まあ、ただね、もうタコ並み外れたタコミな力をね、出して、1ダメージも食らわず行きたいところだけど、これ、結構来てるぞ。クラゲが、おー、でも、これクリア？よし、クリアしたっぽいね。いけたか、無傷。結構長かったけど、このステージ無傷でいけた。いや、でもこれは、カスタマイズとかできないね。まあ、ここはお金貯めといて次進んどこう。そう、このステージもいけるかな。ギリギリの状態だからね。おっと、来てる来てる。早速、敵来すぎでしょ。まあ、意外といけた。まあ、意外と余裕でいけた。まあ、結構こういう小さいのは一発で倒せるから。これはまあ、余裕でいけるんだけど。長いのが来たね。やばいやばい、大丈夫？よし。
でもなんだかんだここまで無傷でいけてるね。意外とまあこれ結構敵来てるけど倒していってるんだよね。まあ一番厄介な雑魚敵はステルスだけど、そのステルスが来ないからまあ意外と生きてるね。これがファイナルステージなのか。まあ、というか、このタコ自体が強くなりすぎてるね。この4箇所ハリネズミって最強の形でしょう。ステルスやってこないから、この提灯暗光もいらないかもしれないな。これ結構来てるよ。大丈夫かな？いけるいける。よーし。まあ、意外とスキルとかも使わず、ここまで進んできてる。さあ、クラゲは落ち着いてる。うおっ！大丈夫か？落ち着け。そんな、手強くはなかった。おお、このステージも無傷でいけた。これいけるぞ。意外とこれ無傷でいけるね。いやでも残機買えないか。買いたいところなんだけど、お金がちょっと足りないね。いや全然足りないね。まあここもお金貯めといて、まあ、次進んどこう。さあ、次のステージ？もしかしてボス？海のボスが現れるステージなんじゃないかな。まあ意外とこういう雑魚敵はいけるか？今回どうかな？いけるいける。さあ、半分まで進んできたぞ。そろそろボス来るんじゃないかな。来てる来てる。おー、これ。使っとこう。あ、大丈夫だったか。なんとかいけたね。スキル使っちゃったけど、この黄色いのが結構早いから意外と難しいんだよね。お、まさかやり直しじゃないよね。これだって生きてる、生きてるよ。ほら、僕には見える。タコ、あの化け物みたいなタコが僕には見える。ちょっと薄くなってるけど、これ生きてるっていうことだよね。さあ、じゃあやってこう。さあ、次のステージはどんなだろう。なんだこのステージ、ドラゴン売ってる。これ買っとこう。これ強そうだな。さあ、あれから結構時間かけてボスの手前までやってきました。なんとかね、まあ、ボスさっき見れてなかったんだけどね。そこまで進もう。さあ来たぞ。そしてこのライフの数7もある。ちなみにまあ今ドラゴンつけてるんだけど、このドラゴンの能力、この火を吹くこの力、おお、いいねいいね。まあただこのドラゴン結構使い方が難しくて、動きを止めてないと火吹いてくれないんだよね。動いちゃうと火吹くのやめちゃうから、まあ、結構ボス戦とかに使えるんじゃないかな。まあ、この海のステージは結構動くからなかなか火吹けられないんだけど、よし、ここで使っとこう。さあ、こいつ倒せばボスやってくるんじゃないかな。まあ、結構この3面のステージの最後のところまでやってきてるからね。さあ、倒したぞ。これはどうなる？来た！ついにボス！まずは落ち着いて動きを見ていきたいね。ただ結構ドラゴンでダメージ与えて、おっと、出してくるね。小さいメカを出していく感じの敵なんだね。まあでも簡単に倒せる。丸まった状態になると攻撃に当たらないけど、近づいたら解除されるから、まあ意外と倒せるね。よしよし、ドラゴンが結構強いな。おっと、ボス自体も丸まっちゃった。これダメージ当たらなくなっちゃったよ。
さあ、こっからどういう動きをしてくるのか。ダメージ与えられないね、このままの状態だと。どうしたらいいんだ。おお、今だ、今チャンス。今ドラゴンでダメージを与えて。効いてる効いてる。そういうことか。自分の出したクラゲにぶつかってしびれると、まあ、この丸まった状態が解除されるから、今ここで狙っとこう。よし、あとやばいよ。クラゲの攻撃は避けて、そっからドラゴンで、まあ、ダメージ与えるときにこういったクラゲの動きも見てないといけないから、結構見るところが多いな。よしよし、今チャンス、今チャンス。おっと、クラゲの攻撃が来てる。こっちで攻撃しとこう。いや、難しいぞ。おっと、怖い怖い。今度はビーム出してきたな。おっと、やばい、食らっちゃった。今落ち着いて冷静にやっていこう。意外とあのビーム、このタコと似たような色合いしてるから結構見えづらいんだよね。まあ落ち着いてやっていけばいける、いける。よし、倒されるぞ。倒したか。いや、あと1回、あと1回だ。あと1回解除してくれればいける。おっと、これは無理だ。これ頭今挟まれたな、クラゲとあのビームに。挟まれちゃうと避けようがないからね。まあ、もう少しだから、こっから落ち着いていこう。よし、まずは避けてから、ここと攻撃ドラゴンで、ついに倒したか。意外と強敵だったな、硬いし。なんとかボス倒せた。さあ、ここで強化の方はどうしよう。ハリネズミがあったら買っときたいところだけど、まあこれは買わなくていいかな。よし、ようやく街のステージにやってきたぞ。ライフは3か。なんとかノーダメージでいきたいところだけど。お、ここでムービー。おっさんが寝てる。警備員のおっさんだね。さあ、渡された免許証なのかな。これでここ通してくれないかな。ダメです、免許証。パキッ、ひどい。パキッてされたんだけど、ただここ通りたかっただけなのに。このクソ。おお、といった感じで街を破壊する理由ができたんで破壊していくか。待て待て、なんだなんだ、なんだこいつ。これ新しい見方ね。これなんだろう。怖い怖い、ドラゴンで通しとこう。よしよし、新しい敵がやってきてるね。おお、でもドラゴンが結構強いな。街ステージだと結構使えるかもしれない。ここはロブスターで破壊しといて、さあ進んでいこう。この街ステージだと結構動きを止めたりする動きができるけど、これは敵来すぎ。宝箱も欲しいけど意外と倒してる。よしよし、無傷できた。そして宝箱、待って、宝箱行っちゃった。そして敵がやってきたんだけど、敵はいて出て、やるな。まだ大丈夫、まだ余裕はある。2回食らっていいからね。もうこういったビルの破壊は結構早くなった。ドラゴンが結構強いな。これもしかしてドラゴンを周りにつけたら最強すぎる形が出来上がるんじゃないかな。つけてみたいけど。これもまた結構来てるね。ハリネズミでまあ倒していこう。さあ進んでいって、さあビルがやってきた。ドラゴンとロブスターで同時攻撃。よしよし、やっぱビル破壊が一番楽しいね。
ただこれ結構来てるね。ここでちょっとスキルを使っとこう。よしよし。ああいった危ない時に使いときたいけど、やばいぞ。ライフが1。絶対絶命の状況になっちゃった。そしてやっぱ待ちステージも結構長いな。普通であればビル3個破壊したら終わりなんだけど。まだこの時点で、半分とちょっと進んだぐらい。避けるので精一杯だ。さあ進んでいこう。これはでも一発でも食らったら終わりだからね。ここら辺でタコったりタコしいことをしようかな。タコ？また結構来てる。ただよしよし、どうだ。お、最後のビル、これ破壊すればいける。きたー、今回は無傷でいけたよ。今回はさあこれでなんとかクリア。ここでお金は貯めとこう。お金貯めて最後残機買おうかな。ここファイナルステージだし、まあ多分ここなんとかクリアすれば残機1個買えるくらいにはなると思うからね。さあこっからじゃあ破壊していこう。このステージさえクリアすればボスやってくるぞ。まあでもここまで来れば結構この雑魚敵の動きも分かってきた。これはもう結構やり慣れてきたね。まあこのゲームやり始めて5年経ちますからね。もうプロだ。いや1週間ぐらい経った。そんな5年もやってなかったこのゲーム。おっとやばいぞ。そんなこと言ってる場合じゃなくていいよ。一発食らっちゃったか。まだでも大丈夫。6ある。まだライフは6あるから大丈夫だ。さあもうここからよし。大丈夫だ。よし、ここでこの硬い飛行機はドラゴンで焼き尽くそう。さあもうこのバケモンタコ、僕バケモンタコとしてやっていこう。これからバケモンといけばです。大丈夫だ。まだライフは5個ある。そしてこれが最後のビルなんじゃない。これでついにこのステージもクリア。よーし、ついにボスか。これはいけるかもしれないな。ただ残機買いたかったんだけど買えないか。買うとしたら足増やすか、それかドラゴン。9000もするんだよねドラゴン。まあここはドラゴン買っとこう。足増やしてもあんま意味ないと思うから。どうしようかな。いやロブスターの方につけようかな。ここはロブスターにドラゴンをつけて、この最強の形ができたぞ。これでボス戦挑もう。いやドラゴン2体これは強いんじゃない。さあドラゴン2体いくぞ。おお、いやでもドラゴンは周りにつけたいな。全部箇所、全箇所にドラゴンつけてみたいな。ドラゴン1個買うのに9000もするからね。お金9000は結構高いから。まあハリネズミも結構強いんだよね。まあ結構強いのはドラゴンとハリネズミかな。まあでも一番いいのはこのハリネズミだね。結構安いし能力も結構優秀だから。そしてこのビル破壊、二刀流ドラゴンでビル破壊、いや結構楽しいな今の。ただものすごい来てるよ敵が。ミサイル来すぎでしょ。ダメだったか。一発食らっちゃったな。今スキル使ったんだけど攻撃とかはスキルで消せないのか。さあここはまあドラゴン二刀流で破壊しとこう。いいぞいいぞ。まあでもこっからちょっと無傷でやっていこう。ボス戦までにはダメージやっぱ食らいたくないからね。
さあ進もう。ここはミサイルを避けて進んで。お、ホワイトハウス。あれボスやってきてないけど、いやまさかこいつ本体がボスだったのか。巨大ロボになったんだけど。始まったラスボス戦。まずはちょっと動きを見ていきたいところ。おっと出してきたね。これなんだ、すごいバウンドしてるな。結構やばい、食らっちゃった。おっとなんだなんだ、ベルも投げ飛ばしてきたぞ。これはまあ落ち着いて避けといて、よしよし。そしておっとなんだなんだ、おお攻撃パターンありすぎる。来たぞ。ここでまあスキルを使っておこう。いやダメなのか、これスキル使っても消えないのか。やばいやばい、本当にやばいぞ。ライフが一つしかないんだけど。近づこう。よしよし、そういうことだね。分かった分かった、なんとなく分かってきた。避けて近づいてから、さあミサイルとベルが来るからそれを避けて、で近づこう近づこう。近づけばこの弾も避けれるから、なんとなくこれ動きは分かってきた。うわざい、ラスボス強すぎた。今まででやっぱ一番強かったな。まあ、ただまだ残機はあると思うんで、まあ、やり直しじゃないよね。さあやっていこう。これもしかしてやり直し？次回なんとかこのタコを強くしまくってあのラスボスを倒そうと思います。それではぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。